皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは、マリサです。いろいろな方の実況を見て、自分でもやりたくなってしまいました。動画初心者なので至らない点も多いですが、どうぞよろしくお願いします。初めてのコースは、どんなコースかな？もしかして、キノコやフラワーを取ってはいけない感じなやつなんじゃないか。そうかも、笑われちゃったしね、マリサが。笑われたのはお前だバーカ。でも、見てみて、なんとかいけたよ。この先に罠があるかもしれないから、まだわからないんだぜ。入れない。これが罠？いや、霊夢が下手くそなだけだろ。なんとか潜れたけど、中にはコインか、残念。他に何か怪しいとこはあるか？叩けそうなブロックは見当たらないよね。くまなく探してみるんだぜ。どこだろ、見つからないよ。やっぱりフラワーがダメだったのか。1回目からグダるあたり、さすがマリサだね。お前、後で覚えておけよ。ダメだ。やり直してみます。はい、やり直しました。今度はフラワー取らないでいけたな。でもそれで変わることって何か、ある？おバカなマリサくん。あ。今の、しゃがみがファイヤー状態でもいけたな。念のため、このキノコも取らないでいきます。この矢印は何だろ？普通だと、矢印の先に隠しブロックがあるんだけどな。矢印のにあるにあったね、マリサ外れー。はいおバカー、お前、このコース終わったらちょっと校舎裏来い。ゴールしちゃった。どうしよう。覚悟しておけよ。初めての動画で、グダグダですいませんでした。一本あたりの時間は短くても、こまめにアップできたらいいなと思っています。それでは、霊夢を縛くのでこの辺で失礼します。え、本当にやる気なの？